おはようございます。ちょっと待ってね。やっていきますか。OK です。ですね。おもさん、こんばんは。今日はですね、ダメだった？今日はね、ケニエがいなかったので、自分のね、もうクソデッキを、ただ見て反省するという回をやっていきたいと思います。どれやったっけな、これやったっけな、これか？これではない。これか。3月1日で、どっからやったっけな。こっからかな。とりあえず、勝った試合から流しとくか。はい、勝った試合からね。これは反省会じゃなくて、あれですね。ただに、人が来るまで、暇つぶして、流しましょう。平日やらないと、まあそうですね。なんか、できるだけ毎日やりたいですけどね。僕個人としては、やっぱ1日やらなかったら3日弱くなるみたいな感じで、まあ継続は力なり、第1で目なるみたいな、ところもあると思うんで、できるだけ連続してやってるんですけどね。まあね、環境でそんなことできないっていう人も当然上手い人もたくさんいるんで、だからね、やっぱり自分のやったことをしっかり見て、まあね、一番分かりやすいのは配信することだと思うんですよ。配信して、配信しっぱなしじゃなくて、その日のうちに自分の配信を見直すっていうのがものすごく大事ですね。で、その見直すのも2倍速で見直すっていうのをやっていくと、だから自分の喋りとミスとかいろんなね、状態が出てくるんで、自分の叫んだタイミングとかをしっかり見て、ああこれは刺さってるねとか、ちゃんと見直してね、やっていくとええんちゃうかなと思いますね。反省しないとやっぱり進まんので。さあ、これはですね、開幕相手のワラデッキの戦いですね。まあ、正直ちょっとふわっとしてるんですけど、もう入った意味わからんけど、あ、そう？まあ、僕は毎日、毎日というか自分の配信、なんやかんや見直してるんで、まあ自然かなと思うんですけどね。マジでね、見直した方がいい。1週間ぶり？まあそう、1週間ぶりは厳しいな。まあね、働いてる場所とか、自分の住んでる場所とか、いろいろあると思うんだよね。無理しちゃいけないんですけど、まあ、これね、弱くなった里見なんですけど、範囲じゃないですかね。やっぱりそれ見直して、まあ自分の喋ったタイミングって大体何かしら舞台がぶつかってたりするんで、そのタイミングで何が起きたかとか、どうしたらよかったかとか、もう一回見直してね、やると、また見えてくるものも違うんで。はい。で、迎撃から非常に良くない形ですけど、これはね、相手は仕掛けてきたんですね。基本で仕掛けてきて、なんか、感覚的な話をすると、
相手は計略使わずともなんか優勢取れたタイミングだったんで、実はちょっと嬉しかったんですね。式4と式5を交換してあえて攻めた、カウンターを今から攻めるタイミングですね。で、里見の範囲ですけど、計略範囲今ロックしてるんですが、まあ、見ての通り、まあ、そんなに影響はなしてないですね。広いです。こうやって左へ右へ寄ったタイミングでやっぱり岩なりとか離れてしまうので、その辺はねちょっと下がったのかなと思います。でラインがあって、ここで先駆者打ったんですけど、で相手の土方打ったタイミングっていうのは、まあ、一番士気が少ないタイミングなので、ここで大きく攻めないと勝てんやろうなというところで、ここは全て出し切って、ここで取れた工場がまあ勝てる可能性という感じですね。ここで逆に城取れなかったらもう何やっても勝てないので、土方乗った状態で攻めカウンターされることになるから、まあ勝てないですね。だからまあなんかもうここで戦機打つのもテンプレというか決まった行動ですね。整理すると、開幕負けて4号交換して、式と4と式5を交換して、こっちのターンを作って、今日いない感じですね。なので一番チャンスの土方を打ったタイミングで式5を払って戦機を打って、でそのまま式5を打って、でここで野望の果てを引き出せたので、ここで式が全部イーブンになったんですね。なのでここの残り12カウントで、こちらが負けていなければ、まあこの試合は割と勝ち筋になるわけですね。まあ、刺さったんですけど、ただこれ槍が生きてて、まあ、もしかしたら帰れたかもしれないし、帰れなかったら厳しかったですね。で走破取って取らないというか、走破を押し戻して残り20カウントのこの防戦がうまくいけば勝ち。で武力の上がっているところ以外をしっかり減らして、つぐつぐ鏡さん、まこつありがとうございます。しっかりね向上する部隊を兵力減らしてリードできないような形にすれば、まあ勝ちと、まあそんな感じですね。でこれはね、岩崎を召喚するためにやった一戦ですね。ここから地獄が始まる。この日のこの日の地獄はここから始まった。そう、ここで岩崎弥太郎を召喚してしまったのである。
い。っていうわけでね、里見はまだ全然強く、弱くなってないので、まあ、勝ちたい方はね、しっかり里見こずっていってもいいんじゃないかなと思います。里見プラス何がし、未だに強いかなと思ってます。はい、というわけで、今回の本題に行きましょうか。まあ、今回の本題はですね、まあ、見ての通り、はいはいはい、またねよろしくお願いします。でここでね、あのカードを召喚して次からね、あの地獄の、 あの岩崎塾入校しました。岩崎塾入校したので、まあ、その試合をね、あのそのクソ試合をしっかりと見て、もうこれを見たことによって皆さんの心の中の岩崎も封印して、あの同じ過ちを繰り返さないようにしていきましょう。でこのデッキは何かっていうとですね、岩崎弥太郎選手ね、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、もう多分もうみんな多分ね分かってると思うんだけど、岩崎弥太郎っていうカードをまずね、あのここでね、あの紹介しておきましょう。そう、大丈夫、いや大丈夫です、みんな照れなくていいから、照れなくていい、そんなあのなんかそういうのを望んでないからですね。あの獄中の学び、知力がプラス3になって、効果終了時式プラス6と書いてますが、ここがね7になったんですね。で4式4で式7を手に入れることができるスーパーカードなわけで、ただねこれあの25カウント待たないと式が増えないんですよね。25カウント、地獄の25カウントですよ。でそれをね、なんとかして縮めることはできないかなと思って、はあそうだ、ここの知力を下げればいいんだとなったわけですよ。さあ見てください、宿業を打ってから獄中の学びを打つとですね、25カウント待たなきゃいけなかった獄中の学びがなんと 14.6 カウントディスカウントされて、これは成立するわけですよ。これはね、気がついた時はこれはいけるって思いましたね。総合するとですね、式6で武力プラス6を作って、で式の宿号の終わり際に、はい、今日の岩崎選手スタメンの時は、今日は岩崎選手やってないです。はい。ね、ありますか？つまりですね、知力を下げることによって、あの式の回転率を増やし、岩崎塾をしっかりと学んでいこうというのが今回の動画です。はい、それはね、どういう結末を読んでしまったのかっていうのをしっかりね。忍者ナイトさんこんばんは。今日はね、あの自分の試合をクソ試合を紹介する、皆さんもこんな過ちを犯してはいけないという謎動画ですね。若干お酒も入ってるんで、ちょっと意味不明なことを喋るかもしれませんが、よろしくお願いします。いや、供養ですね。はい、ちゃんとあの封印をしっかりしておかないといけない。さあ見てください。いや、まあまあ冷静に考えてほしい。武力プラス6がですね、式3で打てるんですよ。弱いわけがないじゃないですか。武力プラス6ですよ。なんと式3で打てる。まあ、ただしですね、まあ、僕はあのありがちな話なんですが、全くカード分かってなくてまああのカードゲームあるあるなんですけど、正直ね
スーパー下手くそでしたね。ただね、こういうね、例えばいろいろあるじゃないですか。 YouTube に流れてる大政奉還して何がししてうんぬんかんぬんでスーパーコンボを決めてやったぜウェーイっていうね、そんなうまくいかないよというのをしっかりここでね学んでいってもらいたいですね、はい、これが現実ですからね。で相手の方はやりやりやり馬でこっち鉄砲なので、まあ、兵士相性的にはこっちの方が有利なんですね。ただね、相手4枚デッキで、こっち5枚号令、4枚号令 VS5 枚号令のジレンマっていうのがあって、これね、ぶつかりは勝てないんですよね、大体。それは多分ね、見に来てくれてる方は、なんとなく理解されてる。と思うんですけど、まあ、なんかね、武力はね足らないんですよね。まあなんやかんやここで頑張って耐えて式6と今式7の交換をしてるとこですね。でさあもうここが切れちゃったよ。1回目失敗ですね。さあみんなワクワクしてきたでしょ。こっからライン上がっていくんですよ我々は。で鬼勝てって言って、鬼勝てって言って、てか鬼が硬いのか岩崎弥太郎が弱いのかわからん。ともかく、ここでですね、刺さるんですね。それはいいとして、長尾正影打って、ここで気づいたんですよ。四季流派で四季を増やせば、弥太郎間に合うやんけって。もう天才っすね。残念ながら。残念ながら天才。3.5 になって、で上で岩崎打ってしまうと岩崎帰れなくなるんで、この一発が最後の一発ですね。岩崎が放った最後の一発ですね。はい、でこれ以上長居すると岩崎死んでしまうので、ここで岩崎結局行くぞーって言って、はい、サトルさんこんばんは。はい、みんな見ていってくださいよ。配信では語られなかった岩崎塾平行の謎に、岩崎押せマジで、早く帰れよ。岩崎遅すぎるやろ。いや動けてない。はい、さあ見るからにやばいですね。長尾も死んでしまってるので、これ何で守んのってなったわけですね。これね、何で守るのか僕分かんなかったですね。ただ手元にあった雨かす打つんだろうなって思って、まあいやいや、岩崎ね、一発しか弾打ってないですからね。祝号を打って岩崎の行動、弾一発打っただけですからね。くぅ、厳しいって言って、甘かす叩いて。くぅ、足気が増えた。おいしい。でも打つ計略はない。打つ計略はないんだ。たまん。そう、ここで長尾は復活して、
まあね、でも冷静に考えて式差ができてるわけですよ。ここでね、相手は式7を3回打つしかなくて、こっちは式6を2回と天笠1回と、最後になんと式6プラス岩成の弱体化が打てる。はい、ありがとうございました。まあそういう時もあるよねっていうね。はい、うーん、まあまあ何が悪かったやろな。刺さってなかったらもしかしたらワンチャンあるなってね。まだ僕これぐらいで岩崎を諦めたわけじゃないですからね。これは僕が悪かったな。これは刺さってしまったから岩崎の力を生かすことができなかったっていうわけで、まあこうやってね、新しい誓いをね、胸にね、言ったわけですよ。で、さっきの試合で結構学びを得て気づいたんですよね。式7ぐらいで長を打って、式流派2を使って岩崎を打つっていうのを2回やることで、岩崎2回しかも安全に打つことができる。そう、あのね、安全に2回岩崎を打つことができるっていうね、ことに気づいて、ちょっとねワクワクとしたわけですよ。これ式流派2でいいじゃんってね。ああ、その試合をね、もう学びしかないから。そう、いやいや、実現できてるんですよ。これにはちゃんとね、称賛の嵐が多分飛んでくると思うんで、ぜひ見ていってほしい。お、やるかみたいな。てーてれてー。長尾どこ行ってんやろうな。長尾どこ行ってんやろな。ありがとうございます。おやすみなさい。明日も頑張って。これ岩崎死んじゃうんですよ。えって言って、まあ、ただ相手もなぜか攻めてきてくれてるから、まあ悪くないかなって、うんうんって言って、まあね、あいつ攻めてこなかったら舞台落ちたんこっちが最後になるから、まあ、嫌だったんですけど、あいつ攻めてきてくれて、まあ、しかもまあギリギリ倒すことができたんで、これはまあこっちが有利やなっていう感じですね。まあ、走破ゲージがだいぶ下がって、しかも工場も入ってるけど、まあ有利かなって。そうですね、先にライン上がるのはこちらが舞台揃ってるんで、しかも鉄砲がいるからね。はい、相手にちゃんと避けてますね。はい、思い切ってますよ。さあ、そろそろだ。いけいけ、しびれてる。いけ、ドン、早く打て。よし、はい、これはね、もう計算づくぜ。もう獄中の間をしっかりロックして、岩崎のバックダッシュ見て、
もういや、岩崎のバックダッシュ見てほしい。いたいたいた、連打だ、よし。結局いくぞーって言って。悪口か。よしって言って、よしって言って、え、なんと式3でですね、式6払ってるけど、これは式3の攻めですからね。わかります？これは式3で攻めてるんですよ。強い。で、あの式流派1も打って、もう式7帰ってくるの待ってるわけですよ。おせえ。おい。天才の作業。でもこれどうすんだったっけな。これもう一回行く時間ないから、これ多分そのままぶつかるな。そうやね。これ覚悟決めて、ちょっとあの式なんか知らんけど、いろいろ打つかな。でもどれ打ったらいいかね、ちょっとね、はっきり決まってなかったんですよね。これムジンちゃん狙撃して、カシタロウ後ろにあって雨風を迎撃させるっていう高度なクソプをしてしまって、これはですね、相手はね、これ式6と式5と式4の計略なんですね。で、こっちも一応式4と式4と式6なんですけど、嫌な予感しません？これ。14。ただ雨かすの兵力がな。取り残されるな。配置の武力高えな。あ、岩崎武力低くない？にゃー、見る価値ないわ。わーなーなー、いけー。絶対無理やろな。ここでね、もう疑惑がね出たわけですよ。
これ岩崎打つのはいいけど、俺のフルコン岩崎、あ、違う、岩成と宿号しかないのではっていうね、ここでね疑問符がね出てきたわけですね。もしかしてこれコンボが弱い疑惑がね出てきました。はい、というわけでね、次の試合をしっかりと見ていきたいと思います。まあね、いやね、一試合ずつ気づいていくから、一試合ずつ気がついていって結果クビっていうただまだ疑問符が出てる状態ですね。ね、これはね、剣豪相手は橋抜けしたりするから、橋抜けしたりする感じで松風を持つことがまあちょいちょいありますね。攻めてきた時に絶対守れないので、じゃあ俺も向上するわみたいな感じで、こっちも縄文にやり投げてみたいな展開にするときに松風が生きる時があります。開幕ね、剣豪戦はね、鉄砲2いるんだけど結局難しいんですよね。あんまり戦闘して切られてると流派ゲージ食べられて良くないので、結構下がり気味に戦ったんですが結果は良くなかったですね。上がっても良かったのかもしれないですね。ただまあここの攻め上がりとかは結構有利なので、いきますね。だここで攻めてもいいんですが、攻めなかったのは右側に山並がいてたので、山並処理ないかなと思ったらしびれたりして、鉄砲を打って剣豪を打って、まあなんやかんやで下がりながらふーって感じね、ふーって。まあでもね、彼もね、メインのデッキじゃない感じで、まあ、お互いメインのデッキじゃない戦闘ですね。で、普段絶対打たないような低いラインで宿号を打ちました。そう、岩崎バックダッシュですね。3人入ったらものすごく間抜けですけど入っちゃいましたね。宿号の陣ね、この剣豪の範囲に弱いっていうのもまああるんですけど、もう3人入ったのマジでクソポですね。ここでいや、ま、それはそう、それはそう、岩崎のことしか考えてないっていうのもそれはそう。ともかく岩崎打てたよね。この喜びは何事にも代え難い、ね、相手はこっちは宿号と岩崎を打って、相手はなんとね、沖田打ってるんで、相手は式6使ってこっちは式10しか使ってないんですよ。でこれで、斎藤はじめまで打たれていい加減やばいぞと危機感を覚えましたね。岩崎死んでしまうのではと。しかしここでどうしよう
いやでもしかしそろそろ帰ってくるはずって言いながら一応「おりゃあつえ!」って言って「うお!」「夢を叶えるために」で相手は四季五を打ったんですね。岩崎ですよ、ここで出し惜しみはしねえ、結局いくぞ。こんばんは大室さん、こんばんは。いやもうエクスタシーでしたね。いい、まさき押せー押せー。打つ計略なくてもうつい山数打ちましたね。打つ計略マジ見当たらんくて、右側を天勝一人でなんとかして兵力ミリの沖田をうんぬんって考えて、沖田を避けて逆サイから出て超なんか適当な長を、超適当だけどこれあの残りカウント見て、あこれあのカウントないなと思ってしびれて4人ぐらい剣豪で切られて、今回もクソポをしてるんですが、ここでね松風が効くんですね。松風とかで飛んでいったやつをしっかりと処るために天身再起を持ってたのかなと思います。でも何がともあれ変えられたのでそのまま張り付いて宿業でラインを上げて宿業を打つというスーパー贅沢式使い。これねあの式何本使ってるかって言ったら6666アマカスの4で、まあ式28ですね、うん、式28使ってなんか弱くないかなって。式28なんか普通に技巧持ったやつの方が使えてねなんか技巧持ったらさ式流派3と式流派に打てるから技巧を持った方が強くねって今あのハテナマーク出てるわけですよ。でまあこれねあの守りで式録使えるんで、まあちょっとあのアンチコメントやめてもらっていいですか今日はい、今日めんどくさいキャラクターできます今日めんどくさいキャラクターできます。であのニヒルの川さんの試合はあのちょっとスーパー面白いんですけど、これねまずあのいやまずそもそもの話、あのねもうここの時点でもう無理なんよ。わかる？わかる？もうこの旗と旗が交わった時点で。
本当、りょうさん、こんばんは。この旗と旗が交わった時点で、あっ、ポヘはもう、はこれはニヒルの川選手って言って、もうやる気がガクッと落ちるわけですね。この旗、効果的ですね。もうこの旗見たら、もうニヒルの川、ガーンって脳に、こう、なんか一撃食らったような感覚を覚えます。まあ、ものすごく苦手なんですよね。で、これ、うわー、もう嫌やーって言って、こうやってると、いやー、今週大丈夫ですよ、クワッチさん、こんばんは。これね、これむっちゃ面白いのは、長倉新八強くなったじゃないですか。僕、長倉新八使ってるニヒルの川選手大嫌いなんで結構ね、前から使ってたじゃないですか。そう、まあ、結構ね、ずっと使ってたので、これが強化されたって聞いた瞬間に、まあ、僕の脳内がニヒルの川ってなって、やばこのバージョンってなって、でマッチしたらちゃんと使ってたから、やばっで、気がついたら城西選んでるっていう。終わりです。はい。終わりです。まあ、試合展開も何もクソもなくて、何もなく負ける試合を流すのもなんなんで、要約するとですね、岩崎弥太郎を打って、カウントを待つと、式7増えるんですけど、これ、溢れるんですよね、絶対に。うん。なので、岩崎弥太郎打てんくて、そう、岩崎弥太郎を使うデッキのはずなのに、岩崎弥太郎を打てずに終わる。っていう、全く見る価値のない試合だったので飛ばします。見たい方はポヘまでフォローしておいてください、はい、全く見る価値はないです。ただボコられるやつです。ただ相手の方のデッキを一応紹介するとですね、長倉新八打って引き調整して、そのこのなんだら同時、武力10の馬の同時を擬音女子で生き返らせるデッキでした。マッチする人は気をつけてください。でこの同時が死んでも、この篠原笹の神がなんか暴れ出すんで、まあまあまあ、いいバラなんじゃないかなと思います。はい、そんなデッキでしたね。もう長倉新八だいぶ強いんで、まあ来てますね。はい。っていう試合でした。これはね、脳幹です、脳幹。まあ、思いっきり、ここでもうやる気なくなって、してました。っていうのは、まあ、投了っすね。次いきます。あ、ね、あ、ここ見れへんねや。これ見えへんねや。ちょっと待って。なんで見れへんの？はい。もうこれもね、これはね、紹介したかったけど、見てください。長尾正掛2回と岩成智道4回打って、 岩崎弥太郎も2回打ってるって、四季なんぼ使ってんねんって言って、まあ負けましたね、はい、そして次の最後の試合で岩崎弥太郎打ったけど挑発されて、なんか長尾挑発に弱くねって知力下がってるから挑発でなんかむちゃくちゃされるし、なんか弱いっすねこのデッキってなって、岩崎弥太郎選手はここでクビになりました。はい、以上です。で長尾正掛打って岩崎弥太郎打つっていうコンセプト自体は、まあね、数字で言うとですね、7.5 コスに対して、武力プラス6、
かっこ岩崎はカエル城のため戦闘しないね。はい、なお知力減って工場ゴミが弱い。っていうのを鑑みてですね、僕はねある一つの結論に至ったんですよ。長い歌でよくないって長い歌でよくないってなったんですね。長い歌はですね、クワッチさんはちょっとちょっと伝えるのがちょっとタイミングは合わなかったですけど、一応ね狙いとしては宿号と岩崎を同時に打って、このね知力をね、岩崎の知力をバカにして、岩崎知力7だった25カウントかかる式回収をこれを5下げることによって15カウントにして取り回しを良くしようっていう試みだったわけですね。はい、まあまあまあそんな感じですね。はい、まあまあとにかくこれをやるとすると、まあ 7.5 コツに対して武力プラス6にするけど、まあ式は3で打てる強いぞっていうような感じだったんですけど、長い歌 7.5 コツに対して武力プラス5で7.5 コスに対して武力プラス5で、長い歌は介護用。そのままで式バック4。かっこ式に、そう、長い歌でよくない？というところに気づいて、まあ引退しました。はい、っていうのが3月1日に起きた岩崎事変ですね。岩崎事変ですね。岩崎事変のおかげでですね、この岩崎事変のおかげで、まあ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 仕上がって、岩崎選手1勝5敗で終わりましたね。1勝5敗で終わりました。はい、はい、6戦の短い人生で終わってしまいましたね。そう、まあそこからね戻す作業とかして、まあね結構勝ったり負けたりして、今のデッキはこれですね。侍小地重義友ですね。はい、侍小地重義友、これはまあまあ強いですね。まあまあ強いですね。まあまあぐらいやけど、方向性の違いはね、まああるはあるんですけど、なんですかね、長尾がやっぱね向上向きじゃなくて、どっちかって守り向きなんですよね。で、なんか攻め手をやっぱ作らなきゃいけなくて、これね実はねやってる方いるんですよ。これ何やったっけ、対戦動画検索っていうの、岩崎弥太郎を入れてこの5で長尾検索すると、やっぱやってるんですよね。ちょっとね、僕引退しましたけど、この組み合わせでやってる方いて、この節郎さんっていう方が、みんな大好きな、あれでやってるんですよ。里見でやってるんですよね。で、里見だったら、まあ、里見で攻めながら、その松野を打ったり、みたいな、計略の回収ができるから、まあ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 、いいデッキなんじゃないかなと思ってたんですけど、自分が使うと、
岩崎返すのに必死になって、あんまり戦えなかったから、まあ解散したよっていう、そんな話です。はい、はい、というわけでこれから先はブレイクオーですね、はい、岩崎弥太郎選手はもう多分使うことはあんまりないと思うんで、これにて岩崎は封印しますと。はい、はい、はい、無事に供養できてよかったと思います。解散ですね、はい、ここから先は普通に友達の渾身岩崎、渾身岩崎もまあ多分一緒ですね。なんかな、理想思考のリソースを、これやっぱね解かなきゃいけないですけど、士気が3増えるっていうのは、まあ、このゲーム結構ね実は簡単に増える方法ってあるわけですよ。まあそれは士気流派を使って技巧を持って弓を入れるっていうね、それでまあ自然に士気30、まあ士気自然には使えないけど士気27ぐらいはまあ普通に使えるんで、まあ岩崎入れて、まあ、頑張るよりも、まあ岩崎使って四季回しを頑張るよりも普通に戦って四季増やす方がいいよねっていう話うん、難しかったな。デバイス選手はね、手はねちょいちょい動くんだけど、判断力とかがちょっと弱いですね、はい、まあ正4位で8枚も正4位で4枚も一緒なんでね、結果が全てなんで、結果が全てなんで、ベルアーズさんこんばんはまあそうですね、なんか内輪じゃなかったのちょっとあれやったし、ちょっと寝ぼけてて内輪打つのを忘れて開幕小事中死んでしまったのちょっと面白かったよ、はい、いや大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。やっぱ本人が来た方が、むしろボルテージ上がるタイプなんで大丈夫ですよ。しかも珍しくちゃんと勝ち試合をたまにチョイスしてるんやから。サムイさん、ポエさん、サムイさんはコツありがとうございます。デバイス選手もね、この吉野の方やったっけが、そろそろ絆になるということで、まあ素晴らしいですね。相手の方はこれ開幕右寄せでしたね。で、まあ悲哀は柵割られたら負け、40%ぐらい掘られたら負けと、まあまあ条件厳しいんですけれども、まあ、いろんなね、そう、いろんなまあ、経験があって、両サイドに柵をも置けばどっちかの柵は残るんじゃねっていうそんな話をして、まあ、両サイド柵がまあまあ割と安定してる感じですよね、はい、中倉強いよね。中倉やってるなって思うわ。で、茜デッキはね、なんかベールアウトさんをね、
開幕橋寄せに択間違ったらね、まあ再起もあるんで再起打つんじゃないかな。再起打ちますね、はい。うん、エケツの開幕橋寄せの2択ね。まあ一つその相模さんのデッキによるんですけど、アドバイスするのであれば、相手が両端に来るっていうのであればこっち中央で縄文殴ればいい。うん、縄文を殴るために 1.5 コス縄文に投げて、それで相手の様子を見て、相手のなんか守る兵を咲かせて、端攻めの攻めてくる数をそもそも減らすっていう技とかがありますね。うん、まあ、相手のデッキとかいろいろ条件よるんですけど、あのなんか松永久秀デッキとか、まあ、伏兵強いから、伏兵1枚だけ見つけて、槍 1.5 コスの槍とか2コスの槍を縄文にポイって投げると、相手ね、困るんですよね、割と。橋の工場よりも縄文の工場の方が 1.75 倍やったっけ、あの威力高いので。みたいなこともあるから、まあ、真ん中攻めるのをいっぺん試してみるといいかなと思います。あとなんかもう決められた伏兵の位置ですね。真ん中に伏兵置いちゃうと両端に間に合わないとか結構あるんですけど、真ん中から 1枚カードをずらすと、まあ間に合ったりするんですよね。はい、この試合伏兵にした？ちょっと待って、見てなかった。まあ伏兵にする必要ないけどな、なんでしたんやろそもそも。これはですね、貫通鉄砲がいるからですね。多分池田線がいるからですね。うん、池田線がいるからですね。池田線がいると池田線の射撃で全部貫通する、サック貫通するんで、まあ落ちちゃうから伏兵で隠して、サック割られるんですけど、そう本当にその開幕オーツっぽいデッキに勝てなくて、ムカついてしまったら、そのベールアウトさんの配信見に行って、アカネデッキを、まあ、使えばいいかなと思いますけど、まあ、でも結局ね、このまあ英傑対戦なんだかんだキャラゲーのところもあるんで、まあ、自分の使いたいカードでなんかどうやったらしのげるかとかいうのを考える方が、まあ僕は好きかな。うん。何を取るかだね。自分のこだわり取るか、そのデッキをコロコロ変えて対応していくかとか。うん、デバイス選手のね、いいところは、この義援が刺さらなかった試合は割と勝ってるっていうところですかね。で、武力28の義援が今突っ込もうとしてるんですけど、もうなんか気合に乗ってる、気合の効果と義援の切った数の効果でむちゃくちゃなことになってるの、なんとなくわかると思いますむちゃくちゃ強いんで、
ヒルラング倒したら良いな。でも真ん中が 1.5 コスか2コス投げると、あ難しいな。これもしかしてその相模さんあれか、あの再起とか持ってるんかな。そうか、難しいね。再起とか持ってるんだったら、まあ和紙の壁とかにするとか。僕の場合はほぼ開幕攻めてくるなっていう相手にはほぼほぼ幅切りを持つんですけど。ああ、知力コンボデッキだったら、まあそうですね。でアクション流派だいぶダメージ減ったんで、この雑巾掛けも結構大変らしいんですけど、もうこの試合はしっかりと池田戦の射撃を伏兵のやつで避けて、あ、これ伏兵爆弾か。伏兵爆弾もまあ手ですね。撃っちゃう。楽しい。で、定枚数の時はこの伏兵爆弾結構強くて、わらびんとかはマジでこの、はい、知力5が格殺らしいですね。4枚デッキとかで関与と周期の組み合わせを見た時はまあ気をつけないといけないみたいな話を聞いた気がします。まあ、これはまあ勝ってるんでいいんですけど、まあ、負け試合とかもね、1試合見ちゃうもんね。でもまあなんか、セヨンはちょっと安定してきてよかったなって思います。こっち。まあ知力コンボで、その、なんすかね、ちゃんとカウンターで、もっと相手 50% 取られるけどこっち 100% 取れるのであれば、ですね、動画は見放題です。見放題で、まあ、フォローして、してる人であれば見放題ですね。で僕はあんまりその有名な方はフォローしてないですけれども、どっちかですね。まあ見放題ですね。たまにその動画見るのを拒否してる設定、拒否する設定があるんで、それを設定されてる方の動画は見れないですね。ただランカーの人たちとかは、まあゲームやるんで、まあ、承認欲求とかもいろいろあると思うから、まあ大体OK にしてるんですよ。まあ僕も、各言う僕も OK にしてるし、別に拒否る必要もないかな。まあネタバレはするんですけど、まあ拒否る別必要もないから、自分のやってるデッキに近い人の、格上の人のデッキ、プレイヤーをフォローして、あ、これはって言ってる。まあ、いけてるんじゃない？多分公開してると思うけどね。まあなんか良さそうな感じやけどね。
いや悪くないけどな。まあ手が3本ぐらいあるんであれば吉野を後ろに戻して弓打ちながら兵力回復してみたいな感じやけど、今のところはまあ大丈夫っぽいけど、逆にこっちね四季二の関与を使ってるから、こっちが踊るタイミングで相手四季六でそのまま前に上がってきてっていうのをやってくる可能性が高いですね。この8カウントの間ライン上がるんで、まあでも悲哀の話をすると、この兵力減ったやつは一応バフの要因になるんで、なんかこれをうまく兵力減った武将をタイミングよく投げて武力を上げて兵力の多い武将を生かすっていうのが多分悲哀使いの基本的な考えることなんですよね。まあ、例えば、まあ、この今の盤面で言うと、兵力ミリの沢村と信二と関与をできるだけ舞台捨てて、できるだけこう固めて武力、カード捨てて、残ってる兵力の高いやつを生かして戦闘するっていうのが、まあ、基本的な方針ですね。悲哀使いのね。で、それを、悲哀使いを困らせるには、このミリのやつをあんまり倒さずに、兵力残ってるやつを攻撃する、兵力残ってるやつを攻撃するようにシフトするんですよね。そうするとミリ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 ってなって、ミリの武将は、まあ、1回突撃とか入ったら固定値のダメージが入るんで武力上がってもあんま強くないわけですね。はい、まあこれはまだ、まあ釈迦に説法だったかもしれませんけど、まあでもそういうのをしっかり見て舞台残したかったんじゃないかなとは思います、はい。まあでも動かなくてよかった可能性はあるし、なんやろね、難しいよね。あそこの関与式に打ったからライン上がってしまう可能性もあるんやけど、これ間に合うかどうかよね、ほんまに。で今のところは間に合ったんか、間に合って相手計略打ったから守りたいけどな。これ再起打ちたいけど義援の場所が最悪っすね。一番戦闘しなきゃいけないのに、ああ確かにね、確かに。どうかな、あこっからを僕見た気がするな。あこれな、あこの試合やったか。これはね、いや難しいね。義援返さなきゃいけなかった気がするけど、まあ再起打ったらええか。清正は剣触れるタイミング3回なので、あと1回つかせればって感じですね。これで清正打てないから、一応木は過ぎたの、木っていうか危ないタイミングは過ぎましたね。もう一回来るか、これは厳しいですね。何使うんやろ。でも相手兵力ないから、そうやね、これ勝ちやで。まあまあそうか、死んでまうか。
まあ8枚やからな。8枚、まあ7枚か。1枚は踊っとるだけやから。買ったやつやったっけ？これ負けたやつじゃなかったっけ？まあ買ったも負けてもええわ。たまには買ってるのも見ないとな。だからまあ僕の目線から言うとこの美婦人とかあの今あのアクション工場のやつじゃないんであの城塞なんでなんかうまい感じにこの2部隊捨てて2部隊捨て終わったらここの武力が9になるからみたいな感じでこう順繰り順繰り循環させていく方がまあ好きやけどな、うん、これはまあ立ち回りの話になってくるから。で僕使うこの悲哀自体を使ってないから好き嫌いの話で言うとまあこの辺の舞台はうまいことまあ貼り付けるなりなんなりで兵力を使って結局ねこの義援を育てるゲームでもあるんで。買ってそうやけどな。買ったんやったっけ。サイド怪しいっすね。負けか。なんか勝ち試合やけどね。刺さるか。はい。そう思ったら。もう、守れそうだけど。うわー、兵力減った。厳しいなー。うわー。負けてる。何が悪かったかな。なんかでもそんなに悪、そんな悪かったけどな。なんか遅かったよね。これはね、右側から舞台出たタイミングがあるんですけど、ここのね、あのミニマップの方で見たら、敵の舞台がこう中央から出るよって見せかけて、戦闘はするんですが、こっからね。ああ、そういうことね。ほんまやん。ほんまやん。ちょっと待って。まあでもちょっと怖いけどな。まあ、基本的って言ったらまあ失礼やけど、なんかこのここかな、ここなんか危機感を持ってほしいよね。なんか義援がこうやって言ってるけど、うん、岩谷もここに出場してもうてるし、まあ、そのまま来るからなんか怖いよね。押せなかったんか。はい、
まあ、ここのミニマップの時点で、この今、最高のデバイスさんの戦線がこの敵上のところにあるんだけど、敵の戦線はもう真ん中ぐらいまで来てるんで、これは変える時だったのかもしれないですね。ミスらないための変える時は、まあ、ちょっと遅かったかなって思います。でも結果的には、むずいやつやな。ほんまや。ほんまや。もうちょっとアクションしときたかったね。せやな。まあ、まくれてそう。なんか、遅かったね。これ10%やろ。多分まくれてたんじゃないかな。まくれてますね。次から頑張って。頑張ってください。まあ、たまにはしゃあない。僕もやるしな。まあ、そんな感じですね。もうこうやって、人様の、人様の試合見て、ああだこうだ。あ、マジでいいですよ。まあ、例えば、サーミさん、デッキ何使ってらっしゃるんですか？で、例えばね。まあ、そうですね。まあ、こうやって配信するには、1試合ずつ一応、ライセンスを買って、ライセンス買ったら配信していいよって言われてるので、24円のライセンスを買ってるんですけど、まあ、このね、対戦動画検索っていうのが、まあ、割と、再現走行ね。再現走行は、偉い。偉い。走行で、ポイってやって。再現。でも、再現走行いない気が、いないかもしれん。自信がなくなってきた。再現走行いないような気がするなあ。でもいますね。4人の方が再現走行を気になってるんで。いや、でもこれでね、ポチって押して、そっから、同じデッキっていうか同じような構成使ってる人の動き見て、そうですね。で、こうやって見ると、いいんです。ちなみに、ここの、試合は、ライセンス買う、買わないは、関係なく、推奨されてないので、紹介はできないですね。ただ、自分で楽しんでみる分には、自由なので、ぜひ見てほしいなって思いますね。サイエンは、まあ、一時期は、時代を築きましたね。ただ、そっからは、開幕ね。一応、僕のメインというか、ヨリチカ、モニーとか、ってたら、こうやって、結構いるなーって。俺がエケスさん、結構、サムライゴーレ使うようになったんですよね。っていうような感じで見れるんで、結構おるんや。結構人気。こうやって情報を仕入れていくのも結構大事ですね。このゲームはお金入れなくても上手くなる方法っていうのは、まあ、こうやって情報を掴んでいくっていうのと、
まあその中で知り合い強い人の、がその自分の似たデッキがあってたら、そうですね、はい、まあサムライゴーレはまあ強いんでね、まあいいよ。まああの全部全デッキはなかなかいないですね。それこそファンじゃないとっていうのはあるんですけど、いた時は結構嬉しいですけど、うん、でもこうやって見ていくとあのものすごくまあ価値はあるかなって思いますね、うん、でまあ結構お高いじゃないですか、プレミアムいくらとは言わないですけど結構高いんですけど、まあ僕の場合だったらこうやって配信したい、配信してあのみんなと喋ってワイワイガヤガヤする分のお金はまあ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 する分のお金と思ったらまあ全然安いなと思うし、まああとはちゃんと自分のね試合内容見直すとか、友達の試合内容も全部見れるんで、全部見れるんでベイルアウトさん何戦やってるかなとか、ペリカの単位はね、元ネタは知ってるけど、ん？ペリカ違うか？忍者ナイトさん14万。14万。はいはいはい。だから半蔵さんとかね、スーパープレイヤーもフォローはしたら、ちゃんとあの帰ってくるんで、帰っては来ないけど、フォローは、うん、フォローはできるんで、その人らの、スーパー上位陣のプレイヤーずっと見れるって考えたら、まあ、安いですね、うん、配信 YouTube で他の人の配信見るのはやっぱ声が入ってるからやけど、でもなんか淡々と見れますね。この人とこの人マッチしたらどっちが強いんやろみたいなもう見れるから、まあ、まあ楽しいかなと思います。まあ、2時半か。まあそんな感じでしたね。一応ね、今日は僕の岩崎弥太郎を使って、まあ結論から言うと、岩崎弥太郎、うん、長い歌だよねっていうような感じかな。うん。四季三で打てる長い歌ですね、みたいな感じだったんで、まあもしね、使ってみたいっていう方がいたら、そういうのも鑑みて使ってみるといいかなと思います。うん、まあ四季七帰ってくるタイミング、はい、はい、四季七使うタイミングとかをちゃんと制御して25カウントっていうのも込み込みでゲーム作れるならいいかもしれないんですけど、まあ、そんな試合をなかなか毎回できないんで、まあまあ使わないのが無難ですね。うん、それよりも硬化時間の長いギブとか、硬化時間の長い、まあ、今回強化された何がしとかを使う方が、まあ、勝率は安定するんじゃないかなと思いました。はい、っていうのが一応結論になります。頑張っていきましょう。で、というわけで今日の4,753+4,360は9,113。ああ、一骨だったそうですね。さすがに強いですね。911.3 なんで、あと87。そう、あと87点、ん ?87 点、88.7 か。88.7 で、ムニの有効度1000ですね。1000ですね。さあ、1000になったらバグるかなと思ってるんですけど、ちなみに900で何ももらえなかったから、まあ多分何ももらえないと思うけど、1000まで行きたいですね。はい。マイナスお疲れ様です。ありがとうございます。まあ、この試合は、あれはそろそろ終わるんですけど、有効度とかも結構楽しく上げてて、
1000終わったら、まあ、小辞書あげようかなと思ってます。はい、というわけで、僕にもバグに期待してる。というわけで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録&高評価してもらえると嬉しいなと思います。やめろ！はい。また見てください。じゃあね。バイバイ。忍者ナリトーさんもありがとうございました。